人口減少問題に警鐘です。全国の自治体のおよそ4割が将来消滅する可能性があるとの分析がまとめられ、県内で該当したのは9つの市と町。名指しされた形の市長の受け止めは、最終的には消滅する可能性が高いと、このような推測をしたものでございます。有識者らによる民間団体人口戦略会議が発表した全国の消滅可能性自治体、定義は2020年から2050年の30年間で、子どもを産む中心となる世代、20歳から39歳の女性が半数以下となる可能性のある自治体とされています。静岡県で消滅可能性自治体とされたのは熱海市や川根本町など9つの市と町。そのうち3段階に分けられる消滅可能性自治体の中で、社会源、自然源のどちらも対策が極めて必要とされ、いわば最も深刻と指摘された県内唯一の自治体が熱海市です。熱海市が、その消滅可能性自治体の中に入っていること、これについては大変大きな課題だと捉えております。子育て支援をはじめ、特に住宅政策についてもこれから力を入れていきたいというふうに思っております。一方で熱海市は若年女性の人口減少率が改善傾向とも指摘されています。多くの方が今観光やいろんな形で来ていただいておりますが、住む場所ですね、ご覧の通り新しい住宅地、平地がもう大変限られておりますので、限られた、既存の施設や民間もの進出もこう促すような、ところに力を入れて、今交流人口である方々が移住してもらえるような政策を、打っていきたいなと考えております。消滅可能性自治体と指摘されたことに熱海市民からは、お年寄りが多いからね、心配ですよね。奥様は移住してこられたんですか？そうです、埼玉から。もう15年ぐらいになりますね。海がね、やっぱりねあるから、すごく気に入ってはいる。あまり住みやすくはないんです。住みやすくはないです一方で社会源への対策が極めて必要とされたのが牧之原市。杉本菊夫市長からは別の角度からの言及が。今回その消滅可能都市をクローズアップすることによって、行きたいと思ってたのちょっと躊躇するとかね、マイナスの影響っていうのも僕はあると思うんだよね。なのでこういう発表の仕方ってどうなのかなっていうのはちょっと疑問を持ってますね、牧之原市民にも聞きました。若い人がねなかなか定住してもらえないのと、子育て支援の面でもちょっと足りないかなっていう、とてもいい町だと、市だと思うので成長してほしいです人口減少問題への警鐘が目的の消滅可能性自治体の取りまとめ、熱海市の斉藤市長からはこんな指摘も。隣の町から取り合ってもですね、結果としてゼロサムゲームになってしまいますので、それぞれ自治体が頑張るのはもちろんですけれども、本来国全体の出生率を上げるというのは国としての私は大きな仕事だと思っています。